んこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。今日も見ていただきありがとうございます。さあ、というわけで今日はですね、 AKB48 選抜総選挙が終わって初めての動画になります。というわけで自分のチャンネルに結果報告しに来ました。今年の総選挙の結果は77位でした。まずは投票してくださった皆さん、応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。そうですね、今年は過去最高順位が取りたいとか、ネクストガールズのセンターやってみたいってファンの皆さんに言ってたんですけど、まあ、目標順位には届かなかったし、去年よりランクダウンしちゃったけど、なんかスピーチでは少し悔しい気持ちもありますがって言ったんですけど、なんかせっかくファンの皆さんが頑張ってくださったのに悔しくないって言っちゃったりすると、なんかそれもそれで失礼かなと思ってその言葉を選んで言ったんですけど、なんかそれ悔しいっていう気持ちよりも本当はすごくすごく感謝していて、なんか今回の総選挙期間はその速報発表を受けて動画を自分で流してみたりとか、その動画を見てあかりんに投票することにしたよって言ってくださった方がいたりとか、女子力動画で私の存在を知ってくださって、今回初めて投票したよって言ってくださる方がいたりとか、その結果としてはそのランクアップとかできなかったけど、総選挙出てよかったな、楽しかったなってすごい思ったし、本当にたくさんの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。本当に本当にありがとうございました。なんかファンの皆さんがごめんね力になれなくてとか、すごいツイッターとかのリプとかで言ってくださったんですけど、本当にそんな風に思わないでほしくて、私のファンの方一人一人が全力を尽くしてくれたこともすっごい伝わってるし、なんか私こそもっと一生懸命今年頑張ればちゃんと結果出せたのに申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいですね。本当にランクインできただけでもすごい嬉しいなって思ってるので、だから本当にそうやって謝らないでほしいし、はじめ私は今年はもう総選挙出ないでおこうって思ってたんですけど、皆さんが出てほしいって言ってくださって総選挙に出ることにして、なんかそれから頑張った総選挙期間は私にとってすっごい思い出に残った大切な大切な期間だったし、今年も舞台から景色が見れてスピーチができて本当に嬉しかったし、もっともっと頑張りたいなって思いました。本当に私にはもう悔いもないし、すごい楽しい総選挙期間でした。本当にたくさんの応援ありがとうございました。今年も私は幸せ者でした。というわけで、まあそんな総選挙も終わってすごくホッとしてはいるんですけど、もうね、そろそろ次のステップのことを考えていかないといけないなと思っているので、今日はちょっと一つご報告があってですね、この吉田あかりチャンネルについてなんですけど、私今まで毎週火曜日の19時かな、週に1本ずつ女子力動画っていうのを上げてきてたんですけど、私のねちょっと編集のスピードとかもちょっとずつ上がってきてるし、ちょっと大変にはなるけど、週に1回の女子力動画プラス、まあ他にも動画を不定期に上げていこうかなってちょっと思っててですね、今までのその女子力動画のエンディングについてた沖縄日記とかそういうのを別にしてですね、週の動画の本数をちょっとずつ上げていこうかなって思ってて、そうちょっとスケジュールによっては週に1本とか上げれない週とかも出てくるとは思うんですけど、なるべくできる週は動画の本数を上げながらいろいろアップしていこうかなって最近ちょっと思ってて、やっぱりもっと見てくださる方を増やしたいっていう気持ちもあるし、もっと NMB のメンバーとかにも出てもらって、でその NMB の良さとかをもっとたくさんの方に知っていただきたいなっていうのもあるし、女子力がメインにはなるんですけど、他にもいろんな動画をもっと上げていこうかなってちょっと思ってて、編集がねどれぐらい追いつくかわかんないし、本当にしょうもない動画とかも出てくると思うんですけど、女子力動画も週に1本で最近ちょっと自分の中で物足りなくなってきてたので、総選挙も終わったということでちょっと落ち着き始めたところでですね、ちょっと動画の編本数を増やしていこうかなって思ってます。そう、もうすでになんかメンバーと撮ってる動画とかもあるので、おいおい編集していきながら載せていきたいなと思ってて、でも口では言うのは簡単だけど、本当に私もこれからのスケジュールでできるのかどうかも分かんなくて、上げれない週とかも出てくると思うんですけど、そこはちょっと多めに見ていただいて、このチャンネルをね皆さんに楽しんでいただきたいなってちょっと思ってるので、皆さんこれからもよろしくお願いしますっていう感じかな。そうですね、この女子力動画を通してもっといろんなメディアとかにも出れるように、もっともっと頑張っていきたいなって思ってるし、せっかく皆さんが今年もランクインさせてくださったから、それを無駄にせずどん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 巻き返して有名人になりたいと思います
そう、ちゃんと有名になって皆さんに楽しんでいただけるアイドルになりたいなって思って、なんか本当に総選挙に出てよかったなって思うし、皆さんの温かさを感じたし、もっともっと頑張りたいなってすごい思いました。はい、というわけで皆さん本当に今回の総選挙、吉田あかりの応援ありがとうございました。今年はね、もう本当に今言ったようにもっと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 頑張っていきたいと思っていますので、引き続き私の応援よろしくお願いします。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。また今週もう一本動画を上げようと思っていますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。以上、あかりんこと吉田あかりでした。またねー、バイバーイ。